じゃあ、次の人を進めて
けど。
って言ってるよね。
よくなる。あとね、はい、Thank you.
今まさに戦争をしているロシアとかと対峙していかなければいけませんね。そういう現実の前にして国守り、こういうことももう一度みんなで考えていこう。私たちが押し付けるんじゃないんです、みんなで考えていこう、そういう場所を作る。実際に参政党は全国で講演会を今まさに開いているんです。全国各地でです。でなんでこんなことができるのか、すでに260の州があるんです。全国47都道府県ですね、47都道府県なんですけれども、